だよ。今のところ多分高速采配師しかないで。高速采配師と軽い高台軍団。なんと。万が一のためにエクシアも軽い高台だからな。3人目使おう。3人目の私は勝ち。ああ。勝ちたい。ままじゃ。あ、天に入れるのをああいう忘れたわ。いい。けど、たぶんもっとコストが高まると思うけど、まあ、ナイチンゲールの位置に天人があったわ。何か考えがあるのか。汝は我が恩敵なら、はたまた、岩老物に過ぎぬのか。チェーンソーのうなり声が聞こえる？場所だ。何か考えがある。言われなくても分かって。レバティン。言われなくても分かってる。前に進むぞ。分かったぞ。はい。諦めるの。ダメだ。ここにしよう。ドローン。あ、厄介だ。もしどこかが急に発火したら、それはただの副作用だからね。ドローン。この程度で止まると思うの。出され。面倒だな。だな。先輩、少し暑いかもしれませんよ。いい。私の武器は誰にも使えるわけではない。だなか。大事だ。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。なかった。前にやった。早かったけど、まあ、使うとこね。ここが戦場。ドローンあれが来る。あれね、いたか。私の武器は誰にでも扱えるわけではない。ドクター、怪我はさせません。私の武器は誰にも扱えるわけではない。もうすぐに終わる。ドクター、戦っている時はどけ。どけ。ついでに倒してくれればラッキーけど、でもおとり役だから別比べた。決まったか。だが己が存在を自らに。火事には気をつけてください。どけ。私はあなたの影。
様の生死は私が決める。コスト軽い人。なるほど。答えは。ドローンを。行くよ。私の武器は。ドローンを封鎖だ。誰にも扱えるわけではない。答えは。私に指図するな。死ぬ。これが真実のクリア。こっちの方がもう汎用性があってみんなにもできるっていう。これさっきのはもう本当にギリの勝利だから。